そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。模試の成績なんて関係ねえんだよ。あと1ヶ月で何とでもなるんだよ。さあ、令和6年第1回担当式本試験出題予想やっていくんですが、この日のためにまた試験員の著書、論文全部読みましたよ。皆さんのためです。僕の頑張り、そして皆さんこれまでやってきた頑張り、無駄にしないように、ラスト1ヶ月、ラストスパート、最後まで応援してるぜ。 CDA College。 さあ、まず企業法の予想ですが、こちらです。商法分野から行きましょうか。問題1、問題2。出題感覚的には、支配人、承認官の売買。まあ、このあたりかなと予想に入れてます。ただ他に出題感覚的には、照合とかね、交互計算とかね、それは危ないかなと思ってるのね。で、あと、新試験委員の笹岡先生が、運送人をテーマにされてるので、まあそこもやっとくといいかなと思います。さあ、次、会社法分野問題3、問題4ですが、前回設立は2問出題がありましたので、今回も注意ね。設立の中でも、今川先生が現物出資、品谷先生が仮想払い込み。なので、そのあたり問題4に入れてます。さあ、株式ですが、問題5、株主名簿はね、5回前からもう出てないので、だいぶ出題感覚が空いてきてますね。さらに言うなら、上田先生のテーマが株主名簿閲覧当社請求ですから、そのあたり出てもいいよ。そして、問題の6、前回自己株式予想通り出てくれました。そうすると、3回前から出てない株券、このあたりかなと思って予想に入れてます。そして問題の7、新株予約券、最近よく出てますよね、細かいけどね。なので今回も連続で新株予約券の予想です。さあ、問題8から12、期間に行きましょう。まず問題8ですが、株主総会ね。株主総会絡みは、前々回招集手続きが出たのよ。で、前回は、令和元年改正から電子提供制度が出たのよ。まあ、このあたり予想通り出してくれたな、っていう感じやってんけど、じゃあ今回何の予想かというと、やっぱね、取締役選任決議とか、取締役解任決議ってのが、大久保先生、品谷先生、武田先生あたりのテーマなんですね。なので、そのあたり問題の8の予想にしたのと、残る試験員論点、いろいろあるんですけどね、期間、協業、利益相反、第三者責任、全館注意、中立義務、このあたり試験員論点、いろいろあんねんけど、やっぱね、新試験委員の大久保先生の報酬とか退職慰労金の論点が僕はちょっと気になったんで、そこを問題9の予想に入れました。さあ、問題10ですが、監査厄介が5回前以来出てないんですね。で、新試験委員の大久保先生もね、監査役の子会社調査権とかね、社外監査役の独立性とかね、そのあたりテーマにされてますから、監査厄介周り、注意しておいてください。さあ、問題11ですが、前回、令和元年改正から社外取締役は予想通り出たんですね。そうすると、残る未出題の令和元年改正、は会社と役員の間での保証契約、430条の2とかね、430条の3とかね、そこがまだ出てないですから、それを問題11の予想としてます。さあ、問題の12、委員会設置会社は鉄板で1問出ますね。監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、どちらもねやっておいてください。さあ、問題13。まず、計算系1問。これも鉄板で出るはずなんですが、やっぱり細かい条文知識が問われてるので、まあ、条文読み込んどかなあかんよね。それからね、同じく問題13。会計帳簿等の閲覧。これも出題感覚空いてるし、何より上田先生と大久保先生のテーマですから、注意しておいてください。さあ、問題の14。ここはね、予想しにくいとこなんすけど、前々回資本金及び準備金が出たの。で、前回、これ予想通り、剰余金の配当が出たのね。そうすると、まあ、4回前から出てない解散ってのが出てもいいかな。
とか思って。さあ、問題15、16。持ち分会社社債。これは毎回1問ずつ出るやつですね。そして問題17、18。組織再編からも2問ほど出ますね、毎回。で、前回はですね、幅広く合併、吸収分割、株式交換、株式移転と出てます。なので、今回も横断的に組織再編問われる可能性はあるんじゃないかなと思ってるんですね。そして問題18、株式交付制度ですが、これ令和元年改正やね、一回出題されたんやけどね。ただ、まだ一回だけですから、引き続き危ないかなと思って予想に入れました。最後、金商法分野問題19ですが、まず有価証券報告書なんかの継続開示はきちんと押さえておきましょう。それから問題20なんやけどね、まあ、公開買付が3回前から出てないんですよ。で、もっと出てないのがね、大量保有報告書は5回前から出てないんですね。だからどっちが出てもいいけど、より出てないのは大量保有報告書かなと思って予想してるのね。以上、企業法の予想でした。まあ、今コメントしたものをまとめたものがこちらになりますから、スクショ取ってね、保存しておいてください。さあ、じゃあ午前中2発目、管理会計の予想いきましょう。グレーが理論で、オレンジが計算ですね。で、計算問題の2ですが、費目別は毎回出題されてるよね。前々回材料費、前回労務費ときたら、今回は原価6分類与えといて製造間接費合計出してみーと。それかなと予想しています。次、問題の4。2回連続個別原型が来てるんですね。そうすると今回は、片岡先生、畑本先生のテーマ、部門別から相互配布法、まあもちろん連立方程式法なんかも含むを予想をしています。で、もし個別が3回連続で出るとすれば、原価計算表と勘定科目のパズル問題かなと思ってますね。さて、問題の6ですが、前々回連算品でした。前回、工程別、組別でした。じゃあ今回は、等級別とか、まあ、あるいは、ちょっと出題間隔空いてる幻想が安定発生とかの線を匂わせつつ、まあ結局普通の工程別かーいと。どうでしょう。これで幻想安定発生出たら笑いますよね。前回まで幻想安定発生予想言っててんけど、もうあまりにも出えへんからさ、予想から外したんですが、予想から外した時に出る、ジンクスみたいなあったりするのよ。出たら笑ってください。さあ、問題7、8。標準原型は計算理論1問ずつ出るのが、鉄板ですね。さあ、管理会計分野に行きます。問題の9ですが、一応ね、新試験委員一人だけ管理会計、クス先生が今年入られたんですよ。でもね、クス先生ね、まあ、経営者とか企業に関する報酬の研究なんですよね。だからあんまり会計試験に関係ないところなのかなと思ってて、で、まあ、試験員のテーマで行くと、島先生とか松木先生が小集団を研究されてるんでね、ミニプロフィットセンターとかね、アメーバ組織とかね、まあ、そのあたりがピンポイントの論点なのかなとは思います。さあ、問題の10、予算実績再分析ですが、担当が大好きなはずの論点がしばらく出てないですね。なので、セールスミックス差異とか、その販売数量差異とかね、注意しておいてください。で、予算は、松木先生、渡辺先生のテーマですからね、参加型予算とは予算スラックとかね、基本的なところはきちんと押さえておくんよ。さあ、問題の12、ズバリ悩みました。CVP が2回連続計算で出てるんですね。だから連続で CVP もまあもちろんあると思うし、あと最適セールスミックスもあると思うし、まあただもう最後は僕の第6巻で ABC の計算にしました。まあこの間の8月論文でも ABC やっぱり予想通り出てたしね。さあ、次問題の13ですが、財務諸表分析はね、最近しばらく理論でしか出てないんですよね。なので、まあ今回も理論で出るのかなっていうのと、ただ、計算で財務諸表分析出てもいいよ、久々に。なので、きちんと指標を思い出しておいてくださいね。
さあ、問題の14、業務的意思決定なんやけど、業務的意思決定からはね、前々回、自生化購入の意思決定が出てんのよ。で、前回、受注可否の意思決定が出てんのよ。で、この流れでいくと今回は、追加加工の可否なのかなと思って。次、問題の15、文献組織事業部制なんですが、まあ今回理論のみの予想にはしてんですけど、渡辺先生が本社費共通費の配布の論点をテーマにされてるんで、そこかな。で、計算でね、まあ文献組織事業部制出る可能性あるんですけど、計算だったら前々回に出た ROI とか RI の計算が可能性高いかなと予想しています。そして問題の16、最後、設備投資意思決定。これはまあ品質ですよね。勝松木先生のテーマでもありますから、要注意というところで。で、ここに書いてないのがですね、内部振替価格とか、あるいはフリーキャッシュフローによる企業価値評価とか、そのあたり書いてないんですけどね。まあそこまでやっとけば、盤石かなとは思いますよ。以上、管理会計でした。まあ、今のコメントをね、まとめたものがこちらになりますから、またね、少しを取っておいてください。さあ、管理会計で、凹んでもそんなの関係ねえというところで切り替えて、午後1、監査論に臨んでください。予想、行きましょう。まず問題の1。監査の歴史、これが前回出てないですね。出題ペース的には今回あり得るかなと思います。そして問題の2から5、いつも出るやつですね。で、ここに加えて、特別目的の財務報告とか、準拠性の監査とか、まあ、そのあたりポロッとね、出るかもしれません。まあ、まだまだね、ここから詰めれば伸びる分野ですからね、問題の2から問題の5をね、頑張ってくださいね。そして問題の6、品質管理は改正直後だったってこともあって前回2問出てます。引き続き今回も注意ですよ。いいですね、品質管理の改正論点。まず一つ目が監査チームの範囲です。これ前回出たんですね。そして改正論点2つ目、品質責任の割り当て。3つ目、最高責任者の責任。4つ目、追加の品質目標設定。5つ目、審査担当者のクーリングオフ期間。6つ目、年一での品質管理システムの評価結論と。このあたりね、きちんと押さえておいてください。さあ、問題の7。4回連続で出題のない倫理規則ですね。倫理規則も改正がありましたね。特に報酬依存度の開示について注意しておいてね。さあ、問題の8。四半期レビューね、いつも1問出題されるはずが前回出題がないので、今回は出るんじゃないかな。制度改正後もレビューの論点は残ってますからね。いいね。レビューの論点残ってますからね。さあ、問題の9。前回も出た内部統制監査ですが、連続で今回も注意です。試験員多いですよ、内部統制ね。伊島先生、奥西先生、今野先生と。さあ、問題の10。監査基準は毎回出題されますよね。で、毎回出題されるで言うと、リスクアプローチがね、前回も前々回も8足出てるんですよ。で、ちょっと出すぎてる感があるんでね、リスクアプローチ。さすがに今回はちょっと減るかなってことで、問題の11なんかは、実施論の論点から、見積もりの監査とかね、サンプリングとか、このあたりの予想にしました。見積もりの監査は奥西先生ですね。で、サンプリングも出題感覚的にはだいぶ空いてきてるんでね、危ないんちゃうかなと思って。次、問題の12、13なんですが、確認分析的手続きはね、滝先生が監査証拠をテーマにしてるんで注意。で、そして、井島先生が特定項目の監査証拠をテーマにされてますね。前回こそ出題がないんですが、その前はね、2回連続で立ち合いが出てますから、まあ、今回も立ち合いちょっと注意しとこうか。そして問題の14。監査聴取は前回出題がなかったので今回注意と。そして問題の15。経営者確認書、これ4回連続出題がありません。なのでいよいよ出そうだとは思ってます。そして問題の16。監査報告。もちろん追記情報も含めてね。あるいはキャムも含めてね。やっておいてほしいのと、書いてないけど、監査役等とのコミュニケーションがこれ前回出てないですから危ないかなとは思ってます。そして問題の17。専門家の利用とね、
比較情報の監査でね、迷ったんすよ。ただ、まあ試験委員としては奥西先生が比較情報をテーマにされてるんで、問題17の予想にしました。まあ、余力ある人は専門家の利用もやっときね。次、問題の18。グループ監査は改正直後なので出るんちゃうかな。まあ、特に滝先生が監査制度のグローバリゼーションなんてのをテーマにしてますからね。そして問題の19。継続企業の前提。これは明示的な試験委員こそいないんですけど、継続企業の前提が一問丸々ってのは長いことないんですね。なので一問丸々でそろそろ来てもいいかなと思っています。そして最後、問題の20不正リスク対応基準は毎回一問必ず出るやつです。以上、監査論の予想でした。またこのコメントをね、スライドまとめてますから、スクショ取って役立ててください。さあ、じゃあすべてを決める財務会計論の予想を言ってみましょうね。ピンクが計算、緑が理論です。まず、計算の総合問題から喋ろっか。問題23から28ね。イメージね、前回と同様に、最初は連結、普通のやつやらしといて、途中から組織再編出てくるような問題を予想してるんですよ。で、特に、新試験委員の梅原先生が、抱き合わせ株式消滅再起、なんていうの一つ、テーマにされてるんで、まあだから問題27、抱き合わせ株式消滅再起とか入れてるでしょ、僕。で、要は、最初連結させておいて、途中から子会社を合併したりとかね、あるいは子会社同士を合併させたりとかね、まあそんなあるかもしれへんなとか思って。で、その、梅原先生以外にも、企業結合とか事業分離の試験委員現状多いんですよ。だからね、問題18とか19も、これ計算で入れてるでしょ、予想として。いつもよりも組織再編は、ちょっと強めに今回準備しといてほしいなっていう意図だと思ってください。まあ、もっともあまりにも難しい問題は埋没になるんですけどね。じゃあ次、スライド左上、ピンクの計算ね。問題の3。最近、現金預金本試験好きっすよね。というか、なんか流動資産合計を求めなさいとか、そういう横断的な問題が出てますからね。なので、現金預金もちろん、有価証券とか、棚卸資産もね、やっときましょうね。そして問題の5。有形固定資産はね、これイメージベタな減価償却絡みをイメージしてます。そして、繰延資産合計を求めなさいなんていうのもね、最近品質ですよね。ぜひ、理論とともに計算も融合してるのを押さえておきましょう。次、問題の6。引当金とかね、流動負債合計を求めなさいとかね。まあ、そんな2回連続で出てたんですけど、前回出てないんですよ。なので、今回は、貸取引当金の設定方法とかね、賞与引当金とかね、あと、工事損失引当金とかね、そのあたりね、注意しといてね。そして、問題の7。試験委員的には、資産除去債務の古庄先生が退任されたんで、そうすると、菱山先生のリースか、川村先生、梅原先生の減損か、なんですけど、まあリースは今後改正も控えてますからね、問題の7は一応リースを入れましたが、まあ減損も引き続き注意だとは思いますよ。そして問題の9。純資産絡みから、SS、株主本当変動計算書ね。要は自己株とか信用とか絡めてね。あるいは CI、包括利益計算書。まあ、こんな予想にしたんですよ。ただ、書いてないけど、遡及修正も出題されてもいいかなと思ってます。次、問題の10。杉山先生が株式報酬系をテーマにされてますからね。ストックオプション。ストックオプション計算のみならず理論もね、注意しといてね。そして問題の11、12、金融商品返事会計は計算理論1問ずつ想定してるんですが、まあこれ、社債の普通の計算もあり得ると思っていてくださいね。社債の臨時買入償還とかそういうやつね。そして問題の13、14、収益認識も計算理論1問ずつ想定してるんですけど、まあ収益認識の計算はなんか解けそうで解けへんような問題も出てますよね。まあもしかしたらちょっと解きにくいかもしれないけど。そして、右上、問題16ですが、外貨を出すなら、田代先生かな。
前回、在外子会社の為替勘定、調整勘定を出しなさいって問題が出たので、じゃあ今回は、在外支店の換算を予想に入れてます。まあ、在外支店の換算はね、2021年の論文でも出たんでね、担当でも出るかもってところで。まあ、そして問題18、19はさっきも言った通り、ちょっと企業結合とか事業分離危ないよってとこね。で、問題の21、税効果の計算なんですが、まあ税効果の計算はね、回収可能性が出たらちょっと難しいと思う。だけど、普通に法人税等調整額求めなさいとかやったら解けるんちゃうかなと思ってるんやけど。で、ここまで見てもらって、計算の予想に書いてないのが、一株あたり伊藤基準利益なんですよ。前回までずーっと予想に一株あたり伊藤基準利益入れてねんけど、まああまりにも出題してくれへんからさ、まあ僕も痺れを切らして予想から外したんですよ。いやでもこれもね、予想から外した年に出るジンクスみたいなのもあったりするんで、もし出たら、笑ってください。さあ、ということで、理論行きましょうか。緑のところね、左上、問題の1、2回連続で財務会計の役割が出題されてるんで、じゃあ今回は会計公順かなっていうのと、あとは新試験委員の中山先生が概念フレームワークの構成要素とか、質的特性とか、そのあたりね、テーマにされてるんで出題されてもいいかなと思ってます。そして問題の2、利益概念って、まあちょっと広めに書いてんねんけど、利益概念って要はね、収益表アプローチとか、あるいは、当期純利益、包括利益、リサイクルとかね、クリーンサープラス関係とかね。まあそういうイメージで書いてるのよ。で、あと資本概念。これはね、まあいわゆる資本維持論とかね。あるいは自己株式、新株予約権とかね。純資産絡みですよ。まあそのあたりね、試験員が多いのでね、問題の2、利益概念、資本概念の予想にしています。そして問題の4。棚卸資産の理論が前回出てないので、注意と。そして問題の8、前回資産除去債務の理論が出てるんですね。おそらく古翔先生だったんでしょうね。そうすると今回はリースか減損の理論なんですけど、まあリースはね、さっきも言った改正控えてるってことを考えたら危ないし、で減損は試験員論点でいくとね、将来キャッシュフローの見積もりとか、あるいは日本基準とイファース米国基準との違い、そのあたりね、注意しておいてもらったらいいかと思いますよ。そして右上、問題の15、外貨の理論もしばらく出てないので田代先生が出すかもってところね。で、問題の17、杉山先生でしょうね。退職給付は連結退職給付まで注意しておいてください。さあ問題の20ですが、さっきから言ってるようにね、連結だったりね、組織再編だったりね、現状試験員多いですからね、理論も注意しておいてください。新試験員の梅原先生のテーマピンポイントで言っとこうか。まず連結範囲でしょ、それから、買い入れのれんね。で、あと、のれんの焼却の日本とイファースの違い。あと、のれんの減損。あと、非支配株主持ち分の論点。あと、パーチェス法における無形資産の認識。そして、投資の継続と生産。まあ、要は事業分離ですよ。ってことで、最後、問題の22。四半期、これ毎回一問は出るイメージなんですけどね、最近2回出題がないので、ね、今回こそ四半期理論で出るんじゃないかなと。以上、財務会計論の予想でした。今言ったコメントを、まず、計算について、ね、こちらにまとめてますから、またスクショしてね。そして理論についてもこちらにまとめてますから、スクショしてラストスパートに役立ててくださいね。さあ、ということで出題予想いかがだったでしょうか。最近はね、特に担当式本試験が難しくなってきてますよね。要は各科目講師の言う合格ラインを揃えたところで、あと数パーセントボーダーまで届かない。だから各科目それなりの点数を取った上で、かつ 1,2 科目上に跳ねる必要が合格のためにはあるなんていう難しい試験になってきてるでしょう。で、まあ CPA カレッジにしては珍しく真面目な話をすると、その 1,2 科目跳ねる科目っていうのは、僕は財務と監査が
跳ねやすいんじゃないかなと思ってるので、まあ財務監査強めに、でまあ管理と企業は守る、もちろん人によって得意不得意があるので任せますけど、僕だったらそういう戦略でいくかなとか思うし、まあでもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、要はこっからは気合いだ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 、理屈どうのこう脱ぎにしてね、精神論なんですよまあ自分も担当式基本試験受かった年っていうのは、まあなんかその根拠ないけど受かる気でいたもんね。別にトレの点数もすげえ良かったわけでもないけど、なんかね、なんかね、あ、俺って受かることはもう決まってるんだみたいな、なんかね根拠なき自信みたいなものが最後にあって、ね、それで受かった部分も僕の中では大きいと思うんですよね。なのでまあしっかり皆さん気持ちを強く持って、本試験なんていうのは一見難しそうに見えるんだけれども、まあでも今まで自分はこんなにやってきたわけだから、本試験なんて大したことねえと、その心を強く持つことでやっぱりスーパー変わってくると思います。自信を持って選択肢を選べるかどうか、その不安でね、どっちかなって悩むより、まあこれは丸、これは×、自信を持ってその最後の自信でスーパー変わるので、本当に最後は心の持ちようです。ということで、まあ実は今日は論文式試験の合格祝賀会の日なんですね。皆さん来年は論文の合格祝賀会で待ってますから、その論文に行くためのまず第一歩担当ぶっ飛ばしてきてください。最後まで応援してるぜ、パワー。